Hello everybody! How are you doing today? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？一緒に英語力、情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて単語力表現を増やすとともに内容もしっかり理解して情報力一緒に上げていきましょう。3番目は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきたいと思います。4番目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力上げていくためにお手本の英語を真似しながら、そして発音、アクセント、どこに特徴があるのかポイントを捉えながら原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話してスピーキング力どんどんアップしていきましょう。そしてまとめ、 Google 自動翻訳を使ってスピーチ力アップしていきたいと思います。今回のテーマからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、自分の英語で相手に伝える実践的な英語力、一緒にどんどん伸ばしていきましょう。リスニングクイズ1問用意してみました。今画面に映ってるこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょう。それでは今回のテーマを使いながら英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。英検1級カジチャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいななんて思った方はぜひチャンネルと高評価、英語を学習しているお友達がいる方はこの英検1級カジチャンネル、お友達へのシェアなんかもぜひよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速今回の学習進めていきましょう。Let's get it started。 それでは左側のニュース、右側の英語字幕を使いながら見て、ニュースのまずは概要を理解していきましょう。 Let's check this out。Turning now to Japan, the government estimates 1 in 10 people in the country is 80 or older. This is a record high. Japan's Internal Affairs Ministry released its demographic statistics on Sunday ahead of the Respect for the Aged Day national holiday. It says the number of people aged 65 or older as of last Friday fell by about 10,000 from last year to 36.2 million.This marks the first decline since comparable data became available in 1950. Those aged 80 or older rose by 270,000 from last year to a record 12.5 million, topping 10% of Japan's population. The working elderly population stood at 9.1 million in 2022, increasing for the 19th straight year. Japan's ratio of working elderly is 25.2%,the highest among the major economies. Last year, around half of those aged between 65 and 69 were working, as well as a third of those between 70 and 74. The ministry says these ratios are expected to continue rising due to the country's ongoing labor shortage. どうでしょうか。字幕ありでこのニュース確認してみましたけれども、ニュースの概要を捉えることができましたでしょうか。そしてこのリスニングクイズの答えですね。According to this news, what is the main reason the ratio of elderly people working is expected to continue to rise? ということで、このニュースによると、高齢者、働いている高齢者のレシオ割合が引き続き高まっていくと言われている主な理由は what? 何でしょうか?というリスニングクイズの答え、わかりましたでしょうか。日本。世界一の少子高齢化と言われていますけれども、なんとですね、人口の10人に1人が80歳以上の時代を迎えているということで、非常に超高齢化社会ですね。ではこの右側の原稿を使いながらですね、このニュースのさらなる詳細の意味、情報を取りながら単語表現を確認して、英語力、情報力アップしていきましょう。ではこの部分から見ていきましょう。Turning now to Japan.The government estimates 1 in 10 people in the country is 80 or older. ということで、日本のニュースです。ということで、日本政府が発表したデータによるとですね、
日本人の人口の10分の1ですね。1 in 10。10人に1人が80歳もしくは80歳以上ということですね。This is a record high ということで記録的高さ。Japan's Internal Affairs Ministry released its demographic statistics on Sunday ahead of the respect for the aged day national holiday ということで。日本の総務省ですけれども、日曜日に人口統計発表したということですね。そして、Respect for the Aged Day National Holiday というのは、敬老の日ですね。敬老の日を前に日曜日に日本の人口統計を発表したと。It's the number of people aged 65 or older as of last Friday fell by about 10,000 from last year to 36.2 million ということで、65歳以上の人口がですね、1万人ぐらい減って、前のデータから1万人ぐらい減って、3620万人ということですね。まあ、それでもですね、日本の人口が 1.2 億人ぐらいですから、まあ、4分の1以上ですね、4人に1人が、まあ、65歳以上ということなんですね。This marks the first decline since comparable data became available in 1915ということで、1915年から統計を取り始めて以来ですね、初めて、この65歳以上の、人口がデクライン減ったということですね。さあではこの部分、難しい単語表現どうでしょうか、確認しておきましょう。Internal Affairs Ministry というのは総務省ですね。日本の総務省。Internal Affairs Ministry ですね。覚えておきましょう。Demographic Statistics というのは人口統計ですね。これですね。Demographic Statistics。声に出してしっかり覚えておきましょう。Demographic Statistics。Demographic Statistics。覚えましたでしょうか。人口統計ですね。Demographic Statistics。さあ、そして他にはどうでしょうか。難しい単語表現。comparable data というのは比較可能なデータという意味ですね。comparable data。comparable data ですね。声に出して覚えていきましょう。comparable data。comparable data。では次見ていきたいと思います。Those aged 80 or older rose by 270,000 from last year to a record 12.5 million, topping 10% of Japan's population ということで、80歳以上の人口っていうのはですね、前のデータから27万人増えて、1250万人を記録したっていうことですね。1250万ということはですね、日本の人口の 10% を80歳以上の人が占めるというふうな人口統計になっているということですね。The working adult population stood at 9.1 million in 2022, increased for the 19th straight year ということで、そして働いている高齢者の人口っていうのも2022年、去年ですね、910万人ということで、19年連続で増えているということですね。働いている高齢者の人、本当に多いということですね。Japan's ratio of working elderly is 25.2%, the highest among the major economies ということで、この働いている高齢者の日本の割合っていうのは 25.2%。4人に1人ですよね。働いていて、メジャーエコノミーズ、まあ、世界のですね、経済大国の中で最も高い割合であるということですね。Last year, around half of those aged between 65 and 69 were working, as well as the third of those between 70 and 74 ということで、去年、65歳から69歳の人口の人の half、約半分ですね。が働いているということと、そして70から74歳の間ではですね、a third ですから3分の1の人がまだ働いているということですね。まあ、退職金をもらって悠々自適なセカンドライフを送るということではなくて、まあ高齢になってもですね、65歳を過ぎても、まあ74歳、75歳までですね、皆さん働いているっていうのが見えてきますよね。The ministry says these ratios are expected to continue rise.Due to the country's ongoing labor shortage ということで、ここにリスニングクイズの答えが出てきますけれども、働いている高齢者がですね、今後も増えていくその理由というのはですね、ここですね。Due to the country's ongoing labor shortage ということで、The answer for this listening quiz is that because country's ongoing labor shortage
日本のですね、労働人口が減少しているので、高齢者が働く場所もあって、皆さんが働くような構造になっているということですね。さあ、ではここ、チェックしておくべき難しい単語や表現を見ていきましょう。さあ、どうでしょうか。トッピング。トップというと頂上という意味がありますけれども、どうしてですもんね。動詞としての意味でもですね、超えるという意味なんですね。トッピング 10%。日本の人口の 10% をトッピング、超えているということですね。超えた。そして他の単語表現ですけれども、他は特にですね、難しい単語。オンゴーイングというのは今続いている。ライバーショーレージ。労働力不足という意味ですね。オンゴーイングライバーショーレージ。さあでは、このニュースからしっかり情報を捉えたと思います。そして単語表現もチェックしましたので、次はですね、3番目。字幕なしでもう一度このニュース見てみましょう。今度はですね、リスニング力アップ、情報力アップ、単語表現力アップ。字幕なしでもう一度集中してこのニュースを見て、英語のリスニングだけで詳細の意味、このニュースの内容を理解できるのかチェックしていきましょう。それでは、Let's try to understand every details of this news, but this time only by listening English without subtitles. Let's try it. Turning now to Japan. The government estimates 1 in 10 people in the country is 80 or older. This is a record high. Japan's Internal Affairs Ministry released its demographic statistics on Sunday ahead of the Respect for the Aged Day national holiday.It says the number of people aged 65 or older as of last Friday fell by about 10,000 from last year to 36.2 million. This marks the first decline since comparable data became available in 1950. Those aged 80 or older rose by 270,000 from last year to a record 12.5 million, topping 10% of Japan's population.The working elderly population stood at 9.1 million in 2022, increasing for the 19th straight year. Japan's ratio of working elderly is 25.2%, the highest among the major economies. Last year, around half of those aged between 65 and 69 were working, as well as a third of those between 70 and 74.The ministry says these ratios are expected to continue rising due to the country's ongoing labor shortage.どうでしょうか。字幕なしでしっかりと聞き取ってこのニュースの意味理解できましたでしょうか。たくさんいろんな英語を聞いてそのスピード、アクセント、リズムに慣れて関連する単語や表現も覚えて英語のリスニング力、単語表現力を上達させながら情報も取って情報力もアップしていきましょう。さあここまではですねインプットの練習してきました。次からはアウトプット練習ですね。まずは音読練習をしたいと思います。日本人英語を話すのが苦手と言われていますけれども、島国日本に住んでいると、普通は英語を使う機会というのがほとんどないと思います。使わない英語、上達しませんので、しっかりとですね、音読練習をして、実際に英語を話す練習をして、スピーキング力一緒に高めていきましょう。やり方は、この左側の NHK ワールドキャスターのお手本英語をまず、部分部分聞きます。そして、音の特徴、発音の特徴を捉えて、それを真似しながら右側の原稿をしっかりと声に出して音読することによって英語を話すことに慣れてスピーキング力を高めていきましょう。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speaker. Let's try to speak in English together. Of course, with having fun. では、楽しみながら行きましょう。Turning now to Japan. The government estimates 1 in 10 people in the country is 80 or older. This is a record high.Japan's Internal Affairs Ministry released its demographic statistics on Sunday ahead of the Respect for the Aged Day national holiday. It says the number of people aged 65 or older as of last Friday fell by about 10,000 from last year to 36.2 million. This marks the first decline since comparable data became available in 1950. ではこの部分、今のお手本を真似しながら音読をしましょう。いただきます。Turning now to Japan, the government estimates 1 in 10 people in the country is 80 or older. This is a record high. Japan's Interior Affairs Ministry released its demographic statistics on Sunday ahead of the Respect for the Aged Day national holiday.
It says the number of people aged 65 or older as of last Friday fell by about 10,000 from last year to 36.2 million. This marks the first decline since comparable data became available in 1915.この部分ですね。発音、音の特徴。このザですけども、ネイティブの発音ではですね、DA、ダの音になりますね。例えば、in the country ではなくて、in the country っていう感じですね。in the country ですね。そして、たくさん数字が出てきますので、しっかりと数字はですね、80とかですね、10,000 とか、1915。しっかり英語を発音してですね、しっかり発音して、誤解のないように数字、話すようにしていきましょう。では次ですね、この部分、お手本の英語を聞いて、音の特徴を捉えて、モノマネをしながら英語を話して、スピーキング力を高めていきましょう。Those aged 80 or older rose by 270,000 from last year to a record 12.5 million, topping 10% of Japan's population. The working elderly population stood at 9.1 million in 2022, increasing for the 19th straight year.Japan's ratio of working elderly is 25.2%, the highest among the major economies. Last year, around half of those aged between 65 and 69 were working, as well as a third of those between 70 and 74. The ministry says these ratios are expected to continue rising due to the country's ongoing labor shortage.この部分ですね。今のお手本英語を真似しながら音読をしてスピーキング力を高めていきましょう。では、いきます。Those aged 80 or older rose by 270,000 from last year to a record 12.5 million, topping 10% of Japan's population. The working elderly population stood at 9.1 million in 2022, increasing for the 19th straight year. Japan's ratio of working elderly is 25.2%, the highest among the major economies. Last year, around half of those aged between 65 and 69 were working,as well as a third of those between 70 and 74. The ministry says these ratios are expected to continue rising due to the country's ongoing labor shortage. ですね。ここも数字がたくさん出てきますので、しっかりとですね、発音して誤解のないように話していきましょう。さあ、どうでしょうか？皆さんもお手本を真似しながら英語たくさん話しましたでしょうか？やはりですね、スポーツも英語学習においてもですね、上手な人のモノマネをするというのが上達への近道だと思いますので、しっかりとですね、上手な英語を真似して、聞くだけではなくてですね、話す練習をしてスピーキング力高めていきましょう。さあ、それでは次はですね、まとめということで、Google 自動翻訳を使って、このニュースからですね、どんな情報を得て、自分はどんなことを感じたのか、自分の英語でスピーチをして相手に伝える練習をしていきたいと思います。実践的な英語力ですね。自分の思いをまとめて相手に伝えるという練習。今画面に Google 自動翻訳映っていますけれども、この左側の言語を検出するというところを英語にします。そして右側の翻訳を日本語にして、そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青く光ってお話しくださいと出ますので、そうなったらですね、英語でどんな情報を得て、そしてどんなことを思ったのかスピーチしてみましょう。ポイントは2つあって、まず話し始める前にしっかりと情報、言いたいことを頭の中で整理する。頭の中で整理するのが難しい、忘れてしまうという人はですね、メモ書きなんかを残すといいと思います。まず話す内容を整理する、まとめるということですね。そして2つ目は、One point in one sentence. ということで、一文にポイントは一つだけ、言いたいことは一つだけ入れるということですね。ポイントがいくつもあると話の内容がブレてしまいますので、できるだけ一文を短くしてポイントは一つだけにするということですね。英語でスピーチをすると、話した英語を Google が聞き取って、そのまま左側に英語で文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳を瞬時に表示してくれます。スピーチが終わったらもう一度この音声を入力するというボタンを押すと録音がストップしてこの右側にですね、音声を聞くというボタンが出てきます。そのボタンを押すと左側の英語を Google が上手な英語で音読してくれます。その英語を聞きながら、つまり自分のオリジナルの英語のスピーチを聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、
しっかりと自分の英語の発音、アクセント、ま、そういうものが伝わっているのかどうか。使っている単語や表現、文法、そして内容ですね。しっかりとニュースから得た情報を自分の言葉でアウトプットできているのか。自分の感じたこと、思いをアウトプット、英語で相手に伝えることができているのか、確認することができます。確認して伝わっていない部分あったらですね、この左側の英語、画面上で修正できますので、正しく直します。そして、正しく直した文をもう一度、音声を聞くというボタンを押して、Google の上手な英語を聞く。そして最後にですね、スピーキング力アップのために、その修正した英語原稿を、今度はしっかり伝わるように、発音、音、アクセント、ま、なんかに気をつけながら、もう一度音読をする。この練習を繰り返すことによって、どんどんですね、実践的な英語力が身についていきますので、皆さんも Google を活用してですね、やってみてください。それでは、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報、感じたことを自分の英語でスピーチして伝える練習したいと思います。Let's try to speak in English about this news. Let's try it. According to this news, Japanese low birth rate and high age society is unstoppable in Japan. Japanese Internal Affairs Ministry releasedDemographic statistics on Sunday ahead of Respect Day for Elderly People, national holiday. According to that data, people aged 80 or older is about 12.5 million. That is about 10% of total Japanese population. It is super aging society.And people aged 65 or older is about 25 million. So that one in every four Japanese people is aged 65 or older. This super high aging society is super rare among the world countries. And according to this news,Elderly people working is still very high. About 9.1 million elderly people is still working. That is incredible. According to this news, the main reason is that they have a space for their work.Because of Japanese ongoing labor shortage. And it is said that the ratio of elderly people working after retirement is continuously raising. This information I got from this NHK World News. I think it is a really problem for Japanese society.Super low birth rate and super high aging society. Because if this trend is continues, Japanese society, Japanese economy will lose its steam. It will be a big problem. Prime Minister Kishida promised that they will take action to stop thisvery low birth rate and super high aging society few years ago. But I think it is still not working well. This information and the feelings I got while I was watching this NHK World News. こんな感じでスピーチしましたけれども、このようにですね、話した英語を左側に、Google がそのまま聞き取ってくれて文字化してくれます。そして右側にはその日本語訳ですね。ですので次はこのボタン、音声を聞くというボタンを押して一度自分のオリジナルの英語のスピーチしっかりと伝わっているのか確認してみましょう。では、Let's review my original English speech. According to this news, Japanese robust rate and high age society is unstoppable in Japan. Japanese Internal Affairs Ministry released demographic statistics on Sunday ahead of Respect Today for Elderly.People. National holiday. According to that data,
People aged 80 or older is about 12.5 million. That is about 10% of total Japanese population. It is super aging society. And people aged 65 or older is about 25 million. So that one in every four Japanese people is aged 65 or older. This super high aging society is super rare among the while the countries. And according to that this news, elderly people walking is still very high. About 9.1 million elderly people is still working. That is incredible. According to this news, the male laser is that they have a space for their work because of Japanese ongoing labor shortage, and it is said that the ratio of elderly people walking after retirement is continuously rising. This information I got from this NHK World News. I think it is really problem for Japanese society. Super robust slate and super high aging society. Because if this trend is continuous, Japanese economy will lose its steam. It will be a big problem. Prime Minister Kishida promised that they will take action to stop this very low base rate and super high aging society few years ago, but I think it is still not working well. This information and feelings I got while I was watching this Energy World News. こんな感じで、まず自分のスピーチをそのまま聞いてですね、振り返ってみましょう。そうするとですね、どの部分の発音がしっかりと伝わっていないのかというようなことを理解、認識することができます。次は認識した後はですね、この左側のこの原稿、画面上で修正できますので、伝わるように正しく修正をして、もう一度上手な Google の英語を聞いてみましょう。そして聞いた後はですね、スピーキング力をアップするために、その聞いたお手本英語を真似して、左側の原稿をしっかり今度は伝わるようにですね、発音、音に注意をしながら音読をすると。この練習の繰り返し、この練習を継続することによって、どんどんですね、実践的な英語力が身についていきますし、しっかりとですね、ニュースから得た情報を自分の口からスピーチとしてアウトプットしていますので、その情報もですね、記憶にすごく残ると思います。それでは、左側のこの原稿を修正していきたいと思います。こんな感じで左側の英語を修正しましたので、修正版も一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. According to this news, Japanese low birth rate and high age society is unstoppable in Japan. Japanese Internal Affairs Ministry released demographic statistics on Sunday ahead of respect today for elderly people as national holiday.According to that data, people aged 80 or older is about 12.5 million. That is about 10% of total Japanese population. It is super aging society. And people aged 65 or older is about 36.2 million that one. In every four Japanese people is aged 65 or older. This super high aging society is super rare among the world. And according to this news,Elderly people working is still very high. About 9.1 million elderly people is still working. That is incredible. According to this news, the main reason is that they have a space for their work because of Japanese ongoing labor shortage. And it is said that the ratio of elderly people working after retirement is continuously rising. This information I got from this NHK World News.I think it is really problem for Japanese society. Super low birth ratio and super high aging society. Because if this trend is continuous, Japanese economy will lose its steam. It will be a big problem. Prime Minister Kishida promised that they will take action to stop this trend, but I think it is still not working well. This information and feelings I got while I was watching this NHK World News.こんな感じで修正してみました。どうでしょうか。本当に日本の少子高齢化、歯止めがかからずということですね。大変な状況ですよね。岸田首相がですね、数年前に何とかすると約束したと思いますけれども、状況変わっていないですね。まあそんなにすぐにはですね、変わらないと思いますけれども、まあ日本の低出生率もですね、ほとんど変わっていないと思います。さあでは、
最後にですね、この左側の英語を音読して、スピーキング練習をして、スピーキング力を高めて終わりにしたいと思いますので、視聴者の皆さんも声の出せる方はですね、一緒に英語を話して、スピーキング力アップしていきましょう。では、行きたいと思います。According to this news, Japanese robust rate and high aging society is unstoppable in Japan. Japanese Internal Affairs Ministry released demographic statistics on Sunday ahead of the respect day for elderly people as national holiday. According to that data, people aged 80 or older is about 12.5 million. That is about 10% of total Japanese population. It is super aging society. And people aged 65 or older is about 36.2 million. That one in every four Japanese people is aged 65 or older.This super aging society is super rare among the world. すごいですよね。65歳以上の人がですね、日本の人口の4分の1ですよね。3620万人いると。そして80歳以上の人が1250万人ということですから、もう世界でも類を見ないですね。類、稀なんですね。超高齢化社会日本ですね。And according to this news, elderly people working is still very high.About 9.1 million elderly people is still working. This is incredible. According to this news, the main reason is that they have a space for their work because of Japanese ongoing labor shortage. And it is said that the ratio of elderly people working after retirement is continuously rising. This information I got from this NHK World News. ということで、働いている高齢者の方も910万人いてですね、その傾向は日本のですね、今進行中の労働者不足とも相まって、これからもその比率、高齢者の労働者比率っていうのはどんどん増えていくだろうと言われてましたね。では次、最後の部分、音読いきましょう。I think it is really a problem for Japanese society. Super low birth rate and super high aging society.Because if this trend is continuous, Japanese society, Japanese economy will lose its steam. It would be a big problem. Prime Minister Kishida promised that they will take action to stop this trend, but I think it is still not working well. This information and feelings I got while I was watching this NHK World News.ここはですね、私の感想になりますけれども、このとっても低い出生率ととっても高い高齢社率ですね。これが続くと日本の社会そして経済がですね、勢いをなくしてですね、とっても大きな問題になるんじゃないかなと懸念しておりますね。そして、岸田首相ですね、政府がですね、アクションをして、そしてこの少子高齢化に歯止めをかけると約束したと思いますけれども、記憶していますが、not working well。まだですね、まあ、成果が出ていないのかなという感じですね。さあ、では、どうでしょうか。皆さんもぜひですね、この Google 自動翻訳を使って、自分の意見をまとめてですね、それを自分の英語でアウトプット、スピーチをして相手に伝える練習をやってみてください。これを継続的にやることによって、どんどんですね、実践的な英語力も高まっていきますので、ぜひ、おすすめの学習方法です。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、英語を学習しながら情報も取って情報力もアップしてみました。さあ、日本の超高齢化社会、少子高齢化社会が止まらないということで、なんと人口の10分の1以上がですね、80歳の方、そして4分の1が65歳以上の方ということで、もう世界にもですね、類を見ない超少子高齢化社会、それが日本だということですね。皆さんもこのニュースを見て情報を得てどんなことを感じましたでしょうか。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、英研究家事チャンネル、英語学習に使えるし情報も取れるし、なんだか楽しいななんて思った方はぜひチャンネル登録高評価、一緒に英語を勉強しているお友達へのチャンネルの共有なんかもよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video. If you think so, please subscribe my channels and check other videos already uploaded on my channel. Let's improve our English skills and expand our information knowledge. Of course, with having fun. Once again, thank you very much for watching.
If you like it, please give me high evaluation button. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.